電気親父です。リフォーム工事などでコンパクトな自作分電盤を使用しているので紹介します。分電盤が工事の障害となり、浮かせたり、ぶら下げた状態になって使用していることが多いと思いますが、私はコンパクトな自作分電盤に交換して使用しています。電灯板が工事範囲の場合には、このように板をぶら下げるのではなく、私は仮設板にしてコンパクトにしています。このように仮設使用しています。単2の場合はこういった感じです。一次側か二次側には漏電ブレーカーをつけるようにしています。単3の場合にはこういった感じで使っています。200ボルトが取り出せる回路を作っているのと、一次側も二次側も万が一引っ張られた際にブレーカーから電線が抜けないよう、このように板の木板から靴電線をつけて引っ張られた際に抜けないよう絡めています。こちら側は幹線側の電線に絡めて引っ張られた時に抜けないようにしています。こちらはリフォーム工事でお客様が住まわれた状態で工事した場合に使用したものです。こちら側は工事用のブレーカーで使用して、こちらがお客様が生活しているエリアのブレーカーの電源というふうに使用していました。こちらはマンションのリフォームで使用したもので、このブレーカーブロックのブレーカーだけは一時取りになっており、これをなぜつけたかというと、インターホンが警備の回路になっていて、こちらのマンションは停電してしまうと異報が出てしまうので、工事中切ってしまうことがないよう、こういったブレーカーにしています。あとはバンの方にシーリングソケットをつけて、電源が来ている時にはランプがつくようにしていました。こちらは2世帯住宅で使用した板になります。2階住戸用のブレーカーをメインブレーカーから分岐して取り付けています。新しく取り付けする分電盤の配線の引き出し開口の打ち合わせをしておけば、触覚さんによっては下地を組んでもらったり、ボードを貼る際にはこの開口よりも小さな仮設板にしておけば、こういった感じで板をかわして貼ってもらえる方も多くいます。他の職人さんにとっても大きな分電盤があるより動きやすく絡みも少なくなるので、喜ばれると思います。このような動画を上げているので、動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をぜひともお願いします。コメントの方もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。